大宝通り、ね、向こうにちょっと見えてます大宝通りがありますよね。そこからこうこの細い路地を今入ってきたんですよね。あそこは大宝通り、あそこまで出て右に曲がるとサマセットウエストポイント、左に曲がれば、オリエンタルパレスがある、あの通りですよね。はい、ずっとちょっと歩いてきたこの路地の先、この路地の先にあるサービスアパート、ここですね。ちょっと狭いんですけども、細い路地に、一応もう角に立ってるんですよね。なのでこの白い建物、ここが今日ご紹介するサービスアパートですね。はい、今からじゃあ部屋を取っていこうと思います。1階できたばっかりなんで、まだねちょっとあの後片付けができてませんけども、はい、守衛さんも常駐でいらっしゃって、エレベーターもしっかり着きます。はい、じゃあこれから部屋、はい、上がっていきますね。これから部屋ですね、取っていきます。ワンベッド、70平米ぐらいのワンベッドルームですね。はい、ちょっとまずねビデオに収めますね。はい、こんな感じ、綺麗ですね。はい、この隣がオリエンタルパレス、はい、オリエンタルパレスがあって、オリエンタルパレスの敷地内のプールが見えてますよね。その横はビラがこう立ってますね。はい、この立地、はい、この感じですね。どうでしょうね、70平米でね、ここの家賃はもう700ドル台ぐらいだと思ってください。サービス込みで700ドル台ですね。はい、悪くないですね、とってもいいですよね。ダイキンのエアコンがちゃんと、はい、インバーターのダイキンのエアコンが冷暖房ついてますね。入り口入ったところにあのキッチンがこうあるんですね。はい、お鍋とかもろもろ2口のキッチンシンクがあって、2口の、IH のクッキングヒーターですね、ついてます。ビルトインですけども、これは、電子レンジじゃなくてオーブンですかね。はい、これはオーブン、あ、オーブンじゃない、電子レンジだと思いますね。はい、ちょっとオーブン機能もついてるかもしれませんが、基本的には電子レンジ。はい、シャープの冷蔵庫がしっかりと入ってますね。まあ細かい収納に関しては、はい、こんな感じ。キッチン下も綺麗ですよね。まだね全然使っている感じじゃないですよね。新しくできたばっかりの、はい、あのサービスアパートですね。まあ、収納と細かいこういうお皿類とかも最初からもうつけてくれています。はい、これは換気扇ですよね。換気扇、よいしょ、ダクトがあって外にね吐き出されるタイプですね。はい、まあキッチン周りの収納は結構よいしょありますね。はい、こんな感じで、ちょっとね距離があるんですけども、これが下足箱かな、下足箱、ちょっとね部品が入ってますが、収納ですね。はい、こういう棚があって、で横がこうテレビ台付きのテレビ、薄型の壁掛け型、ああこれはサムスンかな、サムスンになってますね。はい、で、ソファーがあると、で大きな窓がついてて、レースのカーテンとこう遮光カーテンが2つ2列に並んでありますね。はい、窓ももちろん開きます。はい、こんな感じでね、キッチンの裏側にね、珍しい設計ですが、はい、あのナショナルのすごいいい横型ドラム式の乾燥機能付きの洗濯機があるんですよね。ナショナル、はい、すごいですね。あの変圧器通してるんで、これ日本から持ってきたんでしょうね。はい、全くの日本製です。ヒートパンプ、はい、こういうスペースがあるんですよね。外に面してちょっとこう、はい、あの避けてこうあの斜めにね切れ込むような感じで、はい、隙間があるんですよね。外と面してます。ただ雨は入ってこないと、はい、横殴りの雨が降ったとしてもちゃんと遮るぐらいの、変わったこう壁の作り方をしてますね。上は浮力で回して上げ下げして物干し竿がついてて、はい、ここを切ってねガラスにしてキッチンと向かい合う形、これはもうはめ殺しなんで開放はできませんけども、はい、ここ洗濯ランドリースペースとしてこんなのがあるんですよね。はい、これ気持ちいいですよね、いい感じ。はい、でちょっとベッドルーム行きますね。ウォーターサーバーがついてますね。はい、こんな感じです。ちょっとね荷物をここにこう放り込んでらっしゃるんで、これはもちろん出しますけども、はい、執務机があって椅子もちゃんと持ってきますね。今ちょっと外してますけども、はい、こんな感じ、十分広いですよね。で暗くならないように、はい、はめ殺しではありますけども、
はい、ガラスの明かり取りの窓を2つねこうつけてらっしゃる。でクローゼットがあって裏側にバスルームですね。はい、マスタムもしっかりと施工されてますよね。はい、きちっと周りを施工してくれてます。湿気飛ばしのための窓もついてます。吹き抜けですね、これはね、吹き抜けの窓。はい、お湯の、タンクの容量は残念ながら50リットルなんですよね。なんで、まあ、肩までゆったりというわけにはいかないでしょうけども、ここに入ってシャワーを浴びていただくと。はい、でヒップウォッシャー、ベトナムのヒップウォッシャーがついているお手洗いと洗面、TOTOの洗面ですね、TOTOの洗面を入れていらっしゃいます。はい、こんな感じですね。はい、まあ、あのオーナーさんが先ほどね出迎えていただいて、守衛さんかなと思ったらオーナーさんだったんでびっくりしたんですけど、はい、すごくね真面目な感じのいいオーナーさんでしたね。はい、で収納がこれぐらいの奥行きがある、あの収納スペースがありますね。はい、まあ、下があって棚があってこんな感じ。はい、あのそうですね、はい、引き出しがついてて、ここにそうですね、ハンガー掛けがあって、上が天袋ですね、天袋。はい、これぐらいのスペースがあって、横にもね、はい、細かいですけども、さ、読書灯のための 電気の電源コンセントがついてて、こっちもついてると。結構あのコンセントは豊富にありますよね、4つあります。はい、いかがでしょうかね。70平米ぐらいのこんな感じのサービスアパート包帯になります。はい、気持ちいいですよね。とても気持ちいい感じがしていいと思いますね。まだできたばっかりなんでそんなに知られてないとは思うんですけど、はい、これで一斉配信しますので皆さんどうぞ見てください。はい、細かいね情報はホームページに、あのハノイリビングのホームページにあげますので、そこをご参照してください。内覧のねご希望があればいち早くハノイリビングまでお問い合わせをしてください。包帯にできたばっかりの、今年2019年にできたばっかりの新築の、気持ちのいいサービスアパート、単身もしくはカップル向けのワンベッドルームのお部屋のご紹介です。